Young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Meri ma.
Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bears, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Yeah.
イワシの上からダイバーの登場です。勢いよく一名のダイバーが登場すると、さーっと逃げていったマイワシたちですが、もう餌の存在に気づき始めたようです。ここからが本番ですよ。約2万匹ものマイワシたちの美しいイワシタイプーンをお楽しみください。
ケチが飽きませんね。いらしてます。あ、食べませんでした。さあ、ここからが後半のメインイベント。大きなサメ、シロワニたちの餌の時間が始まったようです。今度は左側のツバダダイバーが正面から来たメスのシロワニにチャレンジ。あ、これはもう顔を背けてますが、どうでしょうか。逃げるサメをダイバーが追っていますが、食べる様子はなかったようですね。この水槽、5匹のシロワニがいます。一番大きなサイズで3メートル、小さなもので2メートル50センチです。簡単に言うとダイバーよりも大きな体をしています。体重は約150キロぐらいでしょうか。よくダイバー食べられませんかと聞かれますが、ご安心ください。こんな大きな体をしていますが、食べるものは大きなものは食べません。自然の海でもこの水槽でも口に入るサイズ、丸飲みできるものを餌として食べています。さあ、ちょうど真ん中、ツバダダイバー来ましたね。餌にも注目してください。手のひらサイズの餌です。出ました。大きくないですよね。このくらいがちょうどいいよね。グイッと押し込みましたが、いらなかったようです。いらないよと吐き出していきましたね。さあ、左下、今度はオスのシロワニですが、どうでしょう。口元で揺らしてますが、これもちょっと避けていきますね。今度は右上で、つかただいまメスのシロワニです。あ、これもちょっと口が開きました。グイグイと、そしてパク。すぐ飲み込んできましたね。これが普通の食べ方です。皆さんが想像するような大きな口を開けてガブリと食らいつくのは